chance throw. ファヤディンガが行ったシュート、シュートでした。この人です、10番をつけています。いきなりのシュート、ゲームのイニシアチブは完全に取ってるわけですからね。コントラ、ファイヤージンガー、スライディングタックル、今度はお返しとばかりにコントランが飛び込みました。おっと、小競り合いになる。やはりこう総合力ではかなり差がありますのでね、はい、やっぱりというのがどのくらいの時間続くかというのはあると思うんですよ。そんな時間はね、ファイヤージンガーです。ファイヤージンガーシュート、キーパーキャッチ、キーパーのミスがあって、しかし打たなければもう絶対に入らないわけですよね。第一戦に敗れているザルツブルクでは優勝はありません。ファイヤージンガーのシュートでした。しかし低い逆サイド、サイドチェンジ、ファイヤージンガー、コントラのマーク、ファイヤージンガーが行く。さあ抜けるか、ファイヤージンガー抜けた、クロス、その先からまずもったいないという声が出ましたが、コーナーキックです。ユースビッチ、ユースビッチ、ユースビッチ、いやー、ファイヤージンガー